これトイレじゃん、無印の時の。カレドンブラックウェル、ブラックウェルのクロエが撃たれた場所。あの時ここで言い争う声が聞こえてきて、てめえ舐めた口聞きやがって、ぶっ殺してやる。何よそれ。え、クロエ、やめろ近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ。サフィーのポジションが姉さんだったよね。サフィーの言う通り、私たちは呪われてるのかも。人生最悪の瞬間を何度も繰り返す羽目になるなんて。まさかここに戻ってくるとは思わなかったな。私にはクロエが救えた。あの時ここでクロエの命を。でももしそうしていたら、アルカディアベイは嵐に飲まれていた。それは選べなかった。私は時間を巻き戻してクロエがまた撃たれるのをただ見てた。こんなことしてどういうつもり。私がこの瞬間を頭の中で繰り返さない日があると思った。全然分かってないね。音の出どころを探す。どこから聞こえてくるの？ビクトリアとケイト。ケイトあれよ、自殺をしようとした女の子ね、可愛い子。ちょっと待って、ビクトリア、ちょっとマックス、いくらあなたが芸術的なビジョンもセンスもない嫉妬深い子だかって、私のカメラを撮るの話よ。24時間以内に返してはね、さもないと告訴してうちのパパが全部持っていくことになるから。これは警告かよ。私はあなたが好きだし、あなたが一文無しなのも知ってる。でもそんなのはビクトリアチェイスに手を出していい理由にはならないわ。じゃあまた後でね。ちょっと待って、ケイト。マックス、私のことを気にかけてくれて本当にありがとう。ブラックウェアに嫌なやつじゃない人が一人でもいるって分かってよかった。ここに来る前は私の気持ちを考えてくれる人がいますようにって毎晩お祈りしてたの。マックスがその人だった。神に感謝するとはマックスがいなかった今の私はなかった。オッケー。個室。トイレの個室からだ。あ、ボルテックスクラブ、ナッツ。アブラクサスにしてもボルテックスクラブにしても、スクールカーストのトップをめぐっていつも誰かが傷ついてる。ビクトリアの落書き、昔は毎日見てたっけ。またポラロイドがあるな。マックスとサフィー、マックスとクロエじゃなくて、つまり私たち終わったってこと。サフィーはあんたよりイケてるもんね。いい車に乗ってるし、超能力も使えるし。こんなのめちゃくちゃだよ。サフィーはサフィー、クロエはクロエや。10、10、13、マックスとサフィー、世界滅亡パーティー、ブラックウェアのスイミングプール、ボルテックスクラブ、親しい親友とパーティー。これは、鏡の落書き。これやっぱり全然面白くないよ。ほら、ほら、今度は、あー、これあれやん、ボーリング場廃墟の。なるほど。桜の木か。
あいつがいる、ルーカス。ルーカスだ。行ってみよう。はい。あ、ジョイスおばさんからメッセージ。え、マックス、パンケーキを食べにダイナーにいらっしゃい。ベーコンたっぷり使った新しいスペシャルメニュー、お店のおごりにしてあげるから、ブラックウェアの食堂へ出してよ。どんなメニューより絶対美味しいよ。わあ、ジョイスおばさん。桜の木。ボーリング場に桜が咲くなんて、これが今日じゃなかったらありえない。誕生日のガーランド。探し物は何ですか？飾りにしては意味深だね。あれ、こっち戻れんの？え、あのはしご、あっちの時間軸なら。ああ、あれ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 、ちょっと待って、一回、多分この時間軸じゃないと先に進めないから、ちょっとこっちの方の探索をしてから行こう。え、怖っ。あ、ボーリングのスポットね。まあ、一つだけならネブも可愛い、一つだけなら、でもこれは違う。怖いんだけど、怖いんだけど、壁、もう狂気じみとるやん。これは、マスコット人形。どうしても手が伸びちゃう。握る？こら、やっぱり地獄だった。いたよ、悪魔が。嘘、悪魔の人形だったの？ピー。やっぱりダメか。うん。こっちからは降りられない。時間軸を切り替えろってことね。よし、見たね、一通り。さあ、じゃあここを移動して。これどうすればいいんだろう。掲示板。女性を苦しめて、それをアートと呼ぶなんて、ほんと信じられない。ああ、これあれやん。ジェファソンがやってた。ね。女性との写真よ。え、嘘。絶対ありえない。そんなはず。あの時、ジェファソンに縛り付けられた椅子。もう私は子供じゃない。よし、受けて立ってやる。あの時のやつやんの？最後ね、デイビッドが助けに来てくれたんだよ。クロエのお父さんね。ジェファソンに縛り付けられてる時にね。ああ。忘れるはずもない。ああ。やだよー。別の方法を探さなきゃ。やるんか、マジで。調べられるところは、自撮りぼっち、久々に思い出した。 Go fuck your selfie、 ハッピーバースデーじゃなくなってるね。そう、注射器があってね。脱出する。君の作品を初めて見た瞬間、特別だと思ったよ。そう、あの自撮り写真さ、君の姿は無垢そのものだ。注射器は何度も夢に出てきた。もう数えきれないくらい。ステンレスワゴン。いや、
こんなもの見たくない。あとはカメラ、カメラの向こうからあいつに見られてる気分、見てると頭がズキズキする。モンスター。人の話を聞かないクズは、だからこそ僕の授業に、やっぱりルーカスイコールジェファソンだったか。え、なんかさ、切り飛ばしたりとかしてたよね。あの、あ、こう、ワゴンとか蹴ったりとかしてたような気がするけど、当時。え、どうすればいいんだこれ。この注射器は。あ、よし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 。いや、もう耐えられない。いや、もう本当、もうトラウマ思い出しちゃうやんこれ。こんなのもうたくさん。はしごが出てる。急いでここから抜け出そう。もうこれに用はない。本当だよ。その立派な前歯をへし折ってカメラ。ジェファソンのことがあった直後はカメラを見るだけで吐きそうになってた。でも不思議だけど、自分のカメラだけはずっと心の支えだった。ジェファソンどうなったんだろうね。もう極刑だろうな、きっと。生きてんのかね、そもそも。はしご。まだあった。よかった。ルーカスのところに行かないと。オブジェ。あの時サフィーがいなかったら、死んでたかもしれない。もしかしてここで、今こそその借りを返さないとね。調べられるとこはないかな。あ、こっちの世界にまた行ける。調べられるところはないのかな。ポラロイドとか置いてないかな。ルーカスの中にもサフィーがいるか確かめなきゃ。さあ移動するか。何もなさそうだし。ほら、カレドンの像。うわ、何があったのトーマス。光にも似た。お、ベンチ。ちょっと座って。ああ、ここで振り返りができるんだ。じゃあちょっと座りますかね。いいえ、これは夢じゃない。これは現実で、なんとかできるのは私だけ。それよくやるの、ベンチで寝るとか。頭の中にずっと閉じこもってたらおかしくなる。どこにいるの。よし、振り返りできたぞ。さあルーカスのところ行くか。まあサフィーが変身してるかもしれないけど、よかったこれ気づけて。無口なルーカス。こっちの方が断然いい。あれ、ロレッタもいるんだけど。ロレッタまでここに。なんで。ロレッタ大丈夫。こ
ルメネーロ先生を尾行して特ダネを掴もうと。バカでした。もう大丈夫だからね。とにかくここにいて。先生待って、置いてかないで。何がなんだかわからないの。後で説明する。ここなら安全。大丈夫、終わったら全部説明するから。本当に約束する。まさかロレッタもいたな、気づかんかったな。話すか、ルーカス。窓のない箱の中、互いをじっと見る。逃げるか、戦うか、許しはしない。ルーカス、私です。マックスです。でもここには金も、扉も窓もない。あるのは彼の顔と鏡。心臓に刺す光の、ね、空気読めよ。あ、そうか、スナップ写真を撮って文にさせる必要があるのか。無口なルーカス、我らはこっちの方が断然いい。体を笑い、いや、写真撮りますか。笑ってるルーカス。よし、また二重露出してみよう。はい、モーゼスの時みたいに。よし。マックス、君なのか。ええ、そうです。てっきり夢かと。サフィーがいたんだ。ここは何なんだ。ここにいてください。外は危険です。ルーカスはこれでよしと。うん。マヤの記念樹。マヤの記念樹、どうしてこんなところに。金の桜、桜を咲かせ桜を実らせる国、食用代わりにさくらんぼの花を3月4月に北では知られる日本半球から通常美しいチェリーはピンクの国花、日本では木から花を咲かせません。品種としても食事を忍んで岡田麻也。我らは闇の中で働き。ルーカスなら大丈夫。よし、ロレッタもいる。あそこにいるのは汗が滲む先生。あ、レジいたんだ。レジ、無事でよかった。何が起きてるの。わからないけど、時空が歪んだのかも。多分時間の渦が嵐になったんだと思う。時間の渦、そういうことか。サフィーが撃たれた記憶もあるし、その後キャンパスで見た記憶もある。あれ、とにかくここにいて何とかしてみる。これはサフィーなんだな。サフィーの痛み、僕たちが与えた痛みだ。ビン、サフィーはきっとあなたを責めては。だろうね。サフィーがさっきまで頭の中にいた。だけど見てなかった僕を。二つの世界、そして二人のサフィーがいるけど、
どっちも僕のことなんて眼中にない。僕はサフィーを愛してた、そう思ってた。ねえ、もっと身近な人を大切にしなよ。ああ、レジーの様子を見てくるよ。ハグしてあげたらいいんじゃない？喜びそうだな。どうだか。ここはなんとかする、信じて。ああ、信じてる。気をつけて。まあ、今回ここまでにしとくか。キリがいいからな。はい、ということでお疲れ様でした。